早速ね、はい、怖い。どうしました？怖いんだよ。もうその真剣な顔で。ちょっとおかしいんすよ。はい。なんかいつもとね、はい、なんだろうな、多い。これなんだと思います？ちなみに。なんだろうね、これ全部出しちゃったんじゃない？全部出しちゃったパターン。これが気になるよね。あ、なるほどなるほど。パンですね。食パンが。食パンですね。ね。食パンなんか大量にありますね。あ、給食作るのかな。あ、なるほど、本日のメニュー給食。はい、ということでですね、はい、本日のメニューは、うん、サンドイッチになります。おお、サンドイッチ。サンドイッチにしては幅が広いでしょ、これ。そうなんですよ。そうなんですよ、じゃないバリエーション豊富なサンドイッチが今回は作れるということで。おお、作ってみましょうかな。もういっちゃいましょう、いっちゃいましょう。え、なんかこれ焼いてみる。なんすか、このわかんないです、なんか肉の塊。肉の塊、ハンバーグと言いますね。自由っすもんね、これね。自由すぎるとね、どうしていいか分かんなくなるというね。そう、今ちょっと分かんないですよ。無理じゃないよ。あ、もうパンの耳をね、やっぱサンドイッチらしく、はい、じゃあ、切っていきましょう。はい。あ、とっ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 と。もう、怯えつつ。いちゃうかも。あ、いい感じになってきましたね、ハンバーグが。レタス？はい、レタスでございます。レタス引いて、はい、あ、もうっぽいですね。っぽいっすね。あ、うん、あ、見つけましたね。調味料も選べるので塩コショウ振っとく。もう、あ、もうこの段階で振るというのがね、ガンガン振っちゃいますね、この段階でね。やっぱさ、もうここでマヨいっちゃいますか。これ普通にうまいんじゃない？なるほど、これうまいよ、多分で、あ、もう挟んじゃいますか。もう挟んじゃおう。どうしようかね、これね。そうですね、挟んじゃうんですね。安全。第2陣。第2陣が、はい、ついに1回ね、一旦ね、こう卵の上に置くというのもね、大事なところですね。これトマトってさ、こうどうやって取るの？もう一回これ力技でございます。卵って切る？あ、こうじゃない？アップダフに変えましたよ、トマト。あ、間違えた。あ、間違えた。こっから切るか。トマトもスライスで、ね、スライスで。ちょっとちょっとだけですよ、皆さん、ここポイントですよ、うん、あ、ちょっとだけの方は食べる。残った方の大きい方をトマトの下に引くと。ここに豪快にハンバーグがやってきましたね。思いつきました。思いつきました。見えてきましたか？見えてきました。あ、もしかすると先ほどのサンドイッチの上に乗りましたよ。あ、いいね。もういいよ。いいですね、これは。挟まない。サンドをビッチしない。箸が出てきましたね。箸で取り出すのは、これをね、はい、これを、この焼き鳥の、うん、缶ですね、うん、これを一旦食べて味を確認しの置くと。よっしゃ、はい、気合いっていうのはね、やっぱり何かこうね、食してからじゃないとね、入んないですもんね。一回ブレイクタイム、ブレイクタイムはすごく大事ですね。焼き鳥ブレイク。焼き鳥ブレイク。なんかこのね、置き方もちょっとキャンプファイヤーを意識されてるみたいな。そう、そうなんですよ。あ、キャンプファイヤーですか。なるほど、なるほど。今のところただね、パンの上に乗ったわけじゃないです。フルーツですからね。あ、これを。チーズをこうやったらどうなるのか。どうなるのか。うん、かわいいんじゃないよ、出ましたよ。もうでも盛り付けていきます。はい。あ、そっちなんだ。新しい建設法を思いつきましたね。もともとあれいけるか。工芸ですもんね。もはやね。素晴らしいね、これは。素晴らしいですか。うん。ちょっとエッフェル塔のようにちょっと斜めに。
そのなってます。ああ。誰も想像しなかったパターンですけど、これポイントですか。なるだけ箸に追いやると、もういつ崩れるんじゃないか、ね、ビクビクします。ドキドキ与えてくれるサンドイッチだよね。で、はい、ね、倒れた。うおエンターテインメント性の高いサンドイッチができましたね。これは屈指必要だな。2本ね、2本からですよね。ちょ、今回は2本刺しとくか。もうなるほどなるほど。どうですか、完成ということで、はい、中村ゆうち特製サンドイッチ完成。はい、サンドイッチ完成しました。いや、これはなかなか斬新なサンドイッチができましたね。やっぱサンドイッチにインパクト、はい、うん、与えたかったっていうね、まあ、ちょっとあれもあるんですよ、なんか意図というか、はい、この上から順番にこう食べていくと、うんうんうん、こうじゃ肉食べて、肉食べて、で魚食べて、はい、魚食べて、で最後、はい、デザートで締めくくる。なるほど、ストーリーがあったんですね。ストーリーがあったんです。ストーリーがあった。歯車が合わない。だコースですよ、一つの。なるほど、サンドイッチでもう一つのコースを僕が作りました。作りました。うん、ヨーの後は何て言おうとしたんですか。もう恥ずかしくその流れを忘れてました。じゃあ早速ね、実食していきましょうよ。そこよ、問題はそこなんです。このインパクトあるサンドイッチの欠点。欠点は、うん、どうやって食べればいいんだ。狙ってるなぁ、やつが、やつが狙ってるなぁ、俺のライバル。いただくね。ここで、あえて2本刺したんです。なるほど、押し込むことによって葉っぱが切りやすくなったと思いきや、思いきや、はい、違うんですよ。違うんですよ、皆さん。一旦ね、一旦抜くというのが、これも楽しんで、こう抜く作業も。あ、抜く作業もね、これもしね、うん、家族だったらね、一緒に楽しめると。ピザのように食べる。あ、なるほどなるほど。いただきます。はい、具材が上に乗ってますもんね。あ、こわ、確かに食べ方はもうピザそのもの。うまっ。お、ハンバーグとレタスと、うん、トマトで、トマトのシャキシャキで。ということはサンドイッチじゃなくてハンバーガーですよね。一回裏切ること大切なの。確かに。サンドイッチ、これぞですよ、うん、いただきます。はい、どうぞ。普通にサンドイッチだ。普通にサンドイッチでした。ここですよ。ここからですよ、皆さん。これは本当にボーナスタイム。これはね、はい、未知の世界。いただきます。はい、行っちゃいましょう。あのね、はい、何でもあるんですね。チーズは、あのチーズは。チーズは何でもある。こっからね、はい、やっぱりね、この切った耳、うん、ね、もったいないんじゃないですか。なるほど。ここで活躍してくるんですよね。なるほどなるほど、はい、まあ、今日はね、できなかったんですけどね、はい、やっぱりね、これもうこのね、チャンネルでもやった、はい、うん、フレンチトーストにすればいいんですよ。ぜひともね、皆さんサンドイッチを作った後にはフレンチトーストを作ってくださいということで、はい、まあ、基本的に全部やっぱ美味しかったですよ。なるほど、ね、うん、そうか。タイトル決まりました。タイトル決まりましたか、うん、ジェンガサンドイッチ。崩していくというね。崩していくスタイルがね。そう、崩さないように食べていくのがいいんですよね、うん、ジェンガサンドイッチ。ぜひとも皆さん、ジェンガサンドイッチをお楽しみください。俺も一緒に寝よう。すやすや。